ばんは。ベッドタイムストーリー24回目の放送です。3月ももう終わりですね。皆さんどんな時間を過ごされていましたか？桜の満開の季節、お花見行かれましたか？今年はね、お花見楽しみたいですよね。この1ヶ月、世界が変わり果ててしまい、今この時期、春に向かっていて本当に良かったと、季節に救われているようなね、気持ちです。まあ、春といえば、出会いと別れの季節でもありますが、お仕事が変わったり、引っ越しという方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、私は仕事柄あまり変わらない春を過ごしていることが多かったんですが、今年はこの4月からラジオ番組が放送時間変更となりました。日曜日の朝から土曜日の夜8時半からの放送となったんですね。朝から夜になると気分も変わりますよね。ちょっとベッドタイムストーリーと似たような番組になるかなと思うんですけども、この時間帯は皆様お休みにいざなうつもりですかね。もっとゆっくり話さなければと今自分に言い聞かせながらお話ししております。一枚の写真からというね、K-MIX FM 静岡のラジオ番組なんですが、今年は2022年ということで5年目を迎える春です。そして放送222回目に向けて、ある企業とねコラボレーションさせていただく予定なんです。この写真というのがねキーワードなんですね。かなり素敵なプレゼントもありますので、ぜひね番組聞いていただけたら嬉しいです。県外の方もラジコでお楽しみいただくことができます。そしてですね、先月2月23日富士山の日にちなんで富士山フィルムフェスティバルというのがねありました。このベッドタイムストーリーでもお話ししたかな。グランプリをいただきましたということで、その模様はね YouTube にもねアップしておりますが、なんとまた新たに素敵な賞を受賞したんです。優勝の頃タイに住んでいたという経験から、タイに向けてアジアに向けて音楽でチャリティー活動を行いたいと始めた短文プロジェクト、日本 WHO 協会主催のウィズコロナ世界と共にというテーマ、こちらの動画の応募したところ奨励賞をいただきました。すごい嬉しい。いやー、このね短文プロジェクト、ガーデンというテーマソングがあるんですが、そのガーデンに乗せて2018年からね少しずつ活動していたことを、映像に乗せてね5分ぐらいの作品にしたんですけれどもね、その積み重ねというのがね、一本の作品になって、評価いただいたのかなと思います。このねコロナの時もオンライン配信ということでタイとねつないでお届けしました。それもね短文プロジェクトとしては本当に良い、なんとかねコロナ禍でも続けることができた、かけがえのない活動だったと思うんですが、4月7日がね世界保健デーということで、今回ですねオンラインで開催されるようなんですね。でその日に受賞が発表となるそうなので、皆さんにはいち早くこっそり教えているお伝えしているということになります。そしてですね、個人的にもう一つ嬉しいことがあるんです。この世界保健デーのイベント、こちらにパネルディスカッションで参加なされる方が
いらっしゃってですね、かつてから私が大ファンである山際純一さん、元京大のね総長、今は総合地球環境学研究所というところにいらっしゃるようなんですが、お話を聞けるということで、いやこれオンラインじゃなかったら私大阪行ってたんだけどな、もう直接お会いしたかったなというのがちょっと残念ではあるんですが、まあでもね、一気にこう山際さんとの距離が縮んだようで、個人的にすごく嬉しいんですね。深夜から興奮しておりますけれども、ここで一曲お送りしましょう。春はどんな曲聴きたくなりますかね。フィールカラーズお送りします。Thank you.
フィールカラーズ聴いていただきました。これは最新アルバムビギニングスから、ギターは藤本一馬さん、パーカッション岡部陽一さんとのトリオの演奏となります。このお二方に、チェロ伊藤春俊さん、ベース駒淵喜一郎さんというね、もう本当に豪華なメンバー、お届けするのは5月8日世田谷美術館でのコンサートです。この日はゲストに詩人の菅原敏さんをお招きしてお送りするという内容です。美術館という場所から少しアートな気分でお届けしたいと思って菅原さんにお声掛けさせていただいたんですが、言葉の力、魅力ってすごいですよね。そこからまた別の世界に誘ってくれるというか、まあ、それはどう感じるかというのは人それぞれ、だからこそ、まあ、言葉、そこの詩の世界というのは味わい深いなと思うんですが、先ほどお話しした私の大ファン、私がですね大ファンである山際さん、ゴリラの研究をなさっていた方なんですけれども、まあ、人間にとって言葉というのはコミュニケーションとしての手段という意味では言葉は随分後からできたんじゃないかと言ってましたね。むしろ音楽の方が言葉よりも先だったのではないか、何かコミュニケーションを取る、伝える、その時に音楽が先、もしかしたら母親が子供に何かをする時に音のようなものが生まれた、音楽のようなものが生まれたんじゃないかという話もありました。それは音なのか音楽なのか、どういった形だったんだろうというのもね、すごく興味深いんですが、この日のコンサートはまた菅原さんの詩に寄せて音楽の聞こえる聞こえ方がいつもとは違って、感じられるんじゃないのかなというふうに思っています。私自身もですね、菅原さんから送っていただいた詩を読んでいて、もう全然こう自分が想像もつかないようなね、世界にこう連れてってくれたというかね、ああこれは自分じゃちょっといけない領域だよなと思いながらね、すごくこう新鮮な気持ちでその感覚を味わっていたんですけれどもね、5月の8日皆さんとね、そんな時間を共有できたら嬉しいなと思っています。この日はゴールデンウィーク最終日で、世田谷公園も美術館も相当にぎわっているようなんですね。にぎわっているといいですよね。でもね、まだ1ヶ月ちょっとありますから、どういう状況なのかも、見通しもつかないんですけれども、例年はかなり混んでいるんだそうです。洋画からだと、徒歩15分ぐらいですかね、お散歩するにはちょうど良い距離感だと思います。お天気良ければぜひプラプラ歩きながら新緑を楽しみながらいらしてみてください。そのご案内をしながら、あ、そろそろコンサートの準備もしなければいけないとそわそわしてきました。さあ、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお休みの時間、最後まで聞けずに3回ぐらい聞いても途中で寝落ちしてしまうという方もいらっしゃるようですが、ここまでたどり着けましたかいい夢を見てくださいね。明日も一日素敵な時間になりますように。では、おやすみなさい。
Thank you.